カンタベリー大主教の公式肖像カンタベリー大主教はカンタベリー大聖堂を主教座とするイギリス国教会の大主教でありイギリスにおける人身としては宮中赤字第一位であるカンタベリー大主教の紋章イギリス国教会とその世界的組織である聖公会の最上席の聖職者であるイングランドの大主教の間では自席はヨーク大主教となる カンタベリー大主教の職務は、カンタベリー管区総監督並びに全員グランドの主位聖職と呼ばれる。カンタベリー大主教区自体は、東、県とを範囲とする。カンタベリー大主教は、ヨーク大主教を他の24名の主教と共に、大主教職にある間、貴族院の議員となる。元来は、ローマカトリック教会のカンタベリー大主教であった。ヘンリーパッセイが ローマ教皇庁から離脱し、イギリス国教会を創設して以来、イングランド王に選任される。現在では、国王の何より指名されるものの、実際の選任は、イギリス首相により、聖職者と信徒からなる委員会が選んだ2名の候補から選択される。20世紀以降は、公共会派と提供会派から1名ずつが候補となる。現在のカンタベリー大主教は、 2002年から2012年末までローアン・ウィリアムズが第104代大主教を務めた後に引退し2013年1月からジャスティン・ウェルビーが後を継いでいる。初代のカンタベリー大主教はアウグスティヌスである。アウグスティヌスはケントに597年に到着した。以来、カンタベリー大主教職は聖アウグスティヌスの椅子の異名を持つ。 カンタベリー外主教の皇帝は、ロンドンのランベス宮殿である。ありがとうございます。